胴体部分の塗装がね、すごい。こんな感じでね、自由にカスタマイズすることができます。今日紹介するのはこちら、ソード仮面ライダーセイバーブック1フューチャリングソード仮面ライダー01です。全国のスーパー、コンビニのお菓子売り場などで買うことができるソードシリーズに、なんと明日9月21日に仮面ライダーセイバーが登場します。このソード仮面ライダーセイバーシリーズはなんとね、前回の仮面ライダー01シリーズから超パワーアップして、ついに食玩の域を超えたと言ってもね、過言ではないアイテムとなってます。早速見ていきましょう。バンマニーラインナップは、仮面ライダーセイバーブレイブドラゴン、仮面ライダーブレイズライオン戦記、仮面ライダー01ヘルライジングホッパー、仮面ライダーエデンファイティングジャッカルレイダー。こっちの仮面ライダーセイバー、仮面ライダーブレイズは A セット、B セットの2箱を組み合わせることで1体のフィギュアが完成します。そしてこっちの01エデンファイティングジャッカルレイダーはボディーパーツ、アーマーパーツを組み合わせることで完成します。こんな感じでね、仮面ライダーセイバーシリーズがついに騒動に登場したんですけど、なんとこの今年の仮面ライダーセイバーのキャッチコピーが超本気ということでね、超がめちゃめちゃついてるんですけど、どれぐらい本気なのかね、ちょっと見ていきたいと思います。それでは早速組み立てていきましょう。バンマニ、はい、じゃあ早速作っていきます。はい、箱から取り出すとこんな感じです。こっちが A セットで、こっちが B セットです。でね、見せたんだけど、 B セットの胴体部分の塗装がね、すごい。この白とさ、内もものグレーの部分はもちろんなんだけど、ここのね、赤のラインも塗装で入ってんの、これやばいわ。この2つを組み合わせることで仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンが完成するので、ちょっと組み立てていきます。はい、シールが貼り終わったので組み立てていきましょう。これね、セイバーテレビで見てマジでかっこいいなって思って、デザインとかもこの装丁でね、超細かく再現されてるので、もうね、これ箱から出した瞬間に本当にテンション上がった。おお、すごい簡単にはまった。で、このローブが後ろにつくようになってからつけて、おお、超自由に動く。これボールジョイントだから結構自由度あるかも。すごい。ここに顔をつけてあげると、はい、これで仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンが完成しました。え、超簡単じゃん。え、かっこよ。火炎剣劣化もついてて持たせられるようになってんだけど、ちょっと持たせてみよう。はい、今ね、この火炎剣劣化持たせてちょっとポージング撮ってみようかなって思ったんだけど、このセイバーは本当にね、可動域がすっごい広くて、結構自由なポージング撮れるかも。足もすごい上がるし、こうね、前後ろにもかなり動きます。この腕も結構自由に曲がるんで、なんかかっこいいポーズいろいろ撮れそう。ちょっと撮ってみよう。はい、こんな感じでポージングを撮ってみました。このね、あの台座のね、ジョイントのパーツがあるんで、空を飛んでジャンプしているシーンとかも再現できるんですけど、ここのね、可動域が広がったことによって、かなりポージングの幅を利かせられるようになりました。バンマニ、続いては仮面ライダーブレイズです。仮面ライダーブレイズもね、この A セットと B セットを組み合わせて完成するんですけど、セイバーもそうなんだけど、ブレイズもね、巣立ち状態がめちゃめちゃかっこよくて、ただ立ってるだけでかっこいいって、マジでね、羨ましい。これもね、この塗装がすごい細かくて綺麗で、ここのね、足の白い部分も塗装になってます。でね、素材が違うのもいいね。ちょっとじゃあポージング撮ってきます。はい、こんな感じです。セイバーもそうだったんだけど、ブレイズもこういう風にね、ローブがついてるから、躍動感ね、出るポージングが取りやすいんですよ。かっこいい。こんな感じでやってみました。そしてこのね、仮面ライダーセイバーはワンダーライドブックをセットすることで、こういろんなフォームになれると思うんですけど、このソードシリーズでもなんとそのね、チェンジギミックが再現可能になってます。じゃあね、このセイバーとブレイズをカスタマイズしてみたいと思います。これね、結構ね、パーツがたくさんこう分解できて、いろんなカスタマイズができるみたいなので、まあ、こんな感じでね、胴体と右腕左腕はもちろんなんだけど、このベルトを取ってあげれば、ここのね、こんな感じでこのお腹と背中の部分も取れるから、このライオン戦記の胴体をここにつけるってこともできるんですよ。すげえ。これからまたこのソード仮面ライダーセイバーシリーズが登場すればするほど、多分このカスタマイズの幅が広がるから、うわ、このセイバーとブレイズ絶対ゲットしときたいな。そしたらこのセイバーにまずね、ライオン戦記の胴体パーツつけて、で、背中をつけます。ブレイブドラゴンのね、こっちの右腕つけますと。おお、
この時点でだいぶもう違うわ。足のね、ここのこの前の部分も取れるから、これも多分付け替えれるってことだよね。うわこれすげえ。はい、こんな感じでね、自由にカスタマイズすることができます。これすごいわ。これは多分これから登場する双胴仮面ライダーセイバーシリーズと組み合わせれば、どんどんこう自分好みにカスタマイズができて、こうねオリジナルのかっこいいフォームとかも作れると思うので、ぜひ皆さんもゲットして遊んでみてください。バンダイマニア。続いては仮面ライダー01ヘルライジングホッパー。これめちゃめちゃかっこいいね。ヘルライジングホッパーは12月18日に公開することが発表されている劇場版仮面ライダー01に登場します。全身を包む深い赤色のね、物々しさに加えて、血走ってるようにも見える目元、圧倒的な強者感がね、しっかり再現されてます。バンマニ。続いて伊藤英明さん演じる謎の男 S が変身する仮面ライダーエデン。この仮面ライダーエデンも劇場版仮面ライダー01に登場するんですけど、今回早くも騒動にラインナップしています。01のね、最終回でもあのアズからベルトとキーを受け取って変身してたと思うんですけど、映画でどういう活躍をするのか楽しみですね。バンマニ。はい、最後はファイティングジャッカルレイダーです。このね、ファイティングジャッカルレイダーはヤイバユアがレイドライザーとファイティングジャッカルプログライズキーを使って実装した姿です。はい、ポージングも変えてみました。こんな感じですね。このね、ファイティングジャッカルレイダーは鎌型の専用武器テリトリーサイズを使用して、残像を伴うほどのスピードを生かした近接格闘術を得意としてます。ユアはね、あのラッシングチーターで仮面ライダーバルキリーになってたんですけど、一時このファイティングジャッカルプログライズ機を使ってちょレイダーにね、あの実装してた時期があったんですよ。でもね、このやっぱね、テリトリーサイズがついていることによって、疾走感を出そうと思った時のポージングにね、やっぱこのダイナミックさが追加されて、すごいかっこいい感じになってます。バンマニ。はい、というわけで今回は双胴仮面ライダーセイバーブック1フューチャリング双胴仮面ライダー01を紹介しました。今回のね、このラインナップ、武器を持っているキャラクターがすごい多いから、こうポージングを取らせた時に躍動感がすごい伝わるようなポージングが取りやすかったです。セイバーの方に関してはさっきも言ったんだけど、こうカスタマイズができて、こう、ね、胴体と腕で外していろんなように組み替えができるので、これはね、ぜひともゲットしておきたいアイテムとなってます。そしてなんと今、双胴仮面ライダーセイバーブックに全種セット&仮面ライダーセイバー神山東馬役の内藤秀一郎さんのサイン色紙が当たるキャンペーンを開催中です。気になる応募方法はこの動画の概要欄をチェック。今日紹介したアイテムは明日9月21日から全国のスーパー、コンビニのお菓子売り場などでゲットすることができます。そしてワンダースクールで今この双胴のコンテストもやっているので、ぜひ参加してみてください。仮面ライダーセイバーはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日の豆知識は剣の豆知識。みんなは剣と刀の違いを知っていますか？剣は両刀でまっすぐな形状をしていて、敵を突き刺して攻撃する武器です。一方刀は扁刀で敵を切りつけて攻撃する武器です。明日も見てね。